拠地とする総合型地域、スポーツクラブである。本項目では、トップチームを中心に、クラブ全般について記す。2017年現在、サッカー部門では、J リーグ加盟を目指すトップチームを筆頭に8クラス、あり、その他、フットサル部門に3クラス、陸上競技部門、バスケットボール部門、ヨガ部門、ダンス部門、バトントワリング部門に、それぞれ1クラスが活動しており、 将来的には、ノルディックウォーキング部門やスキー部門、バレーボール部門の設立も検討している。また、全部門の運営を、特定非営利活動法人、ポルベニル・カシハラ・スポーツ・クラブが行っている。クラブ名の、ポルベニルとは、スペイン語で、未来という意味である。ポルベニル・アスカは、奈良県カシハラ市をホームタウンとして活動する。 J リーグ加盟を目指すクラブの一つで、2020年、現在、関西サッカーリーグ一部に参戦する、サッカークラブ。1979年に、柏原 FC として創設されたが、2003年12月、地域スポーツの発展には、する人、応援する人、支える人が一体となる必要があり、団体の基盤が充実する必要があるという結論に、至り、 白柏 FC とうねび FC の2クラブと合併、クラブ名をポルベニルカシハラへ解消した。チームとしては2002年まで奈良県社会人、サッカーリーグ一部に所属していた白柏 FC を引き継ぐ。2016年 J リーグ加盟を目指すと発表された。2017年全国クラブチームサッカー選手権大会に初出場の2010年以来2度目の出場を決めた。 2018年2月、関西サッカーリーグ2部への昇格に合わせ、トップチームの名称をポルベニルアスカに解消。2019年、関西サッカーリーグ2部準優勝。翌年からの一部昇格が決定した。リーグ戦全国クラブチームサッカー選手権、大会スタッフ選手、ありがとうございます。